皆さんこんこにちはマイプラチャンネルです今日はですねこちらですねマテックさんからレビュー用に提供していただいた充電器をご紹介したいと思いますはいそれでねマテックさんというメーカー名ですね今回ねご依頼いただいて初めて知ったんですけれどもちょっとねアマゾンの商品紹介ページを見てみたいと思います、えー、こちらがですねマテックさんの今回ご紹介する充電器のアマゾンのね 商品紹介ページなんですけれどもこれねずーっと下に行くとこのね商品説明のところにここですねマテックさんの、まあ、簡単なね自己紹介的なものがあるんですよね。でちょっと見てみると「今までにないユニークでクリエイティブなプロダクトの開発に注力していますと」とデザイン品質にこだわりこういうのが欲しかったと言われるようなプロダクトを開発しています。 で2016年に設立した京都のベンチャー企業ということらしいんですね。クリエイティブなプロダクトを目指しながらデザインとクオリティにもこだわっています。ということで面白そうな、ね、会社ですよね、はい、でこのマテックさんのストアを表示してみたところ、まあ、こんな感じでですねで今日ご紹介するのはこういった充電器なんですけれどもその他にもねいろいろ製品があるようです。で例えば この辺りね、僕なんかものすごく興味あるんですが、えー、ポータブル電源ですねそれから USB 充電器そしてね面白いのはこれですね、えー、ウイルス対策として除菌の、まあ、マスクも除菌できるけれどもスマホも除菌できるというものですねあとメモリーカードとかそれからですねアウトドアグッズもありまして、えー、これは、LED、ランタンタですね。しかもですね蚊取り機能もついていると。 これなかなか面白いですねで、あとパソコン周辺機器としてこれモニターライトですねこういったものも作っている会社みたいですねはい。ということでね日本のベンチャー企業で非常に面白い製品を作るメーカーさんみたいですのでこういったメーカーさんね僕はどんどん押していきたいと思いますがただねレビューはしっかりとやっていきたいと思いますそれではねまずは開封していきたいと思います今回ね提供していただいたのがこちらですね マテックさんのソニーチャージ、1 3 0ワットというものですで。パッケージもね、非常にきっちりとした梱包で、綺麗ですよね、はいで。これがね、えー、多分会社の、まあ、合言葉といいますか、こういう会社ですよっていうものだと思うんですが、ビヨンド・ユア・エクスペリエンスと書かれていますね。はい、では、開封していきたいと思います。 はい、ではこれは多分引っ張ったらいいのかなと思ったら開かないですねう <laughs> んあここが磁石でくっついてるタイプですね、はい、ではオープンおいやすごい凝った作りですねこの蓋の裏側にもねこういうふうな写真がね印刷されていてでここにですね こういった場合に何ワットですよっていう出力が多分ねこれ書かれていますよねはいこの辺りねまたあとで細かく、えー、充電実験なんかした時にですね説明したいと思いますはいそして、えー、まず中身を見ていきましょう、えー、こちらですね紙類ですねはい特別なご案内ということでクーポン500円分をプレゼントということで、まあ、製品のアンケートを答えてくださいというものですね それからこちらは延長保証のご案内。そしてあと取扱説明書で、まあ、日本のメーカーさんですので当然ね日本語で書かれていますはいまあ充電器ですのでね取説なくても分かると思うんですが使用等が書かれていますはいそれから付属品を先に見ておくと これがね USB タイプ c to c ですねケーブルが1本入っておりましてで非常にね高出力の充電器ですのでこれねかなり太いケーブル入っていますねであとこれが充電器本体ですねはい、では取り出しますおおあめちゃくちゃ綺麗ですね 白い筐体にロゴが真ん中に入っているだけという非常にシンプルでおしゃれなデザインになっています。で周辺からまず見ていくと、はい、こういうふうにね、まあ、プラグを収納できるタイプですね。はい、そしてポートがですね4つあるんですけれども上からですね順番に USB タイプ A ポートが2つそして C ポートが2つですね。はい、で持った感じね結構重量感があるし。 割とね。厚みもありますけれども、もサイズと重さをお伝えしておきます。サイズがですね。縦が約87ミリで横が6。9mm で厚さが3。3mm ということです。で、重さが約28。8グラムとなっておりまして、こういったポートが4つあるタイプの充電器にしてはまあ、標準よりもちょっと大きくて重いかなという気がします。 はい、ということでねマテックさんのこの充電器ねソニックチャージ 130W なんですけれども開封シーンを見ていただきましたで、これからね充電実験をしてみてですねいろいろ使った上で気が付いたこととかこういった方におすすめですよというのをこの動画の後半でお伝えしたいと思います。はい、動画後半になります。見ていただいたね開封シーンから約1週間ほどね実際に使ってみてまたその中でね充電実験なんかもやってみました。 それで、まあ、気がついたことなんかを、ね、お伝えしていきたいと思いますけれどもまずはですねこれ四ポートありますよねこの四ポートの振り分けですねどのポートをどういう使い方で使用すると何ワット出るのかというあたりを説明しつつですね実際の充電実験の映像をご覧いただきたいと思いますでこの、ね、充電器マテックさんのソニーチャージ130ワットなんですよね名前がねでその130ワット単体のポート一つから 最高出力 130W といいうわけでではないんですよねちょっとその辺もね説明しつついきたいと思いますがこの充電器ですね上から順番に USB タイプ A ポートが2つそしてタイプ C ポートが2つっていうふうになっています。で上2つの、ね、A ポートはクイックチャージに対応していて下のね2つは PD ですねパワーデリバリーに対応しています。で特徴の1つなんですけれども まずですね、この USB Type-C ポート2つですね。これどちらでもいいんですが、1本だけ繋いで充電する場合、最高出力が 100W になります。上側でも 100W、下側でも 100W ですね。はい、で、その1本だけ繋いで充電する、まあ最高出力 100W なんですけれども、そのね、充電実験の映像を見ていただきたいんですが、残念ながらですね、うちには 100W の急速充電に対応するデバイス、例えば MacBook Pro のようなものがないんですよね。 で実験に使用したのはこれですね MacBook Air ですはいまずね、えー、充電実験するのに内蔵されているねコンセントプラグを出しましてこれをつなぎますするとですね青いランプがつきますのでこれでね充電準備完了ですそれでタイプ C ポートどちらかね一つにつなぐわけですけれども、えー、使用したケーブルですね付属の 100W 対応の USB ケーブルを使いましたちなみにですね MacBook Air ののバッテリー残量の状態は はい、残り、ね、約30%の状態でスタートしましまた、はい、USB-C ケーブルを MacBook Air に挿しましてで計測するためのデバイスをつないだ状態で充電器に接続します、はい、でこれでね充電が始まっているわけですけれども充電器の出力ですね、まあ、大体ですね 20V 前後で 2A から 2.5A ぐらい出ておりましたので。 まあ約ね 40W から 50W ぐらいで安定して出力されていました、はい、またですねちなみに上の2つですね USB タイプ A ポートですでこちらの方は1本だけつなぐとですね最高出力 18W ということになっておりましてこちらですね タイプ A ポートの上から2番目のところに計測器と一緒にですねつないで iPhone につないで充電してみました、はい、そうしたところですね出力の方 5V の1.8から 2A ぐらい出力されていましてまあ大体 10W ぐらいは出力されているという感じですねはいで最初のですね 130W はじゃあ何なんだっていう話なんですけれどもそれはですねこの USB タイプ C ポート2つ ここにですね、まあ、1本ずつ同時につないだ場合に出力がですね 65W65W の計 130W 出ますよっていうことなんですね。ということでですねこの 65W65W の計 130W、まあ、使用シーン考えた場合に例えば僕のように個人でね活動しているものにはちょっとね使用シーンなかなかなさそうなんですがチームを組んであるいはですね会社でですね複数の人が MacBookPro を持っている。 MacBook でなくてね Windows でもいいんですけれども 65W 以上の高出力な急速充電に対応しているパソコンを複数台ですね使っているような現場で、まあ、2台同時に充電することがあるよというところにはですね非常に活躍してくれるんじゃないかなと思います。で他社のメーカーーカさんでポートが4つありますよとか C ポートが2つ以上ありますよというようなものは確かにありますし、1本だけ繋ぐとですね非常に高出力100ワット出ますよというものもあるんですけれども、ちょっとね今まで見てきた中で65ワットを同時に2本のポートから出せるっていうものは見たことないですね。でそういう点で非常にねパワフルな充電器だと思います。はいで最後にですね四ポート同時に充電した実験をご覧いただきたいんですが。 まずですね4ポート同時に充電した場合にその電力の配分ですねどうなっているかをご説明しておきたいと思います。であと A ポート2つは 10W10W ということになります。はいで実際のですね4ポート同時充電ですねその映像を見ていただきたいんですがこういうふうにね4本一緒につないで充電しております。 でタイプ A ポートの一つはモバイルバッテリーもう一つは iPhone ですね、はい、そして C ポートの1本は iPad Air 4ですで。最後の C ポートは MacBook Air というふうに4本一斉に充電しておりましてで一番下の C ポートですねどれぐらい出力しているのか。 まあ大体ですね 20V 前後で 2A から 2.5A ぐらいということでですね最初の充電の実験と同じぐらいですね約 40W から 50W ぐらい出力されているということになりました。はい、で補足しておきますけれどもこの充電器ね4ポートありますがインテリジェントなね電力配分ということで複数のポートを同時に使用した場合にその接続されているデバイスに 充電に必要な電力量ですね。適切な電力量に応じて 130w を配分するという風に自動的にねしてくれるそうです。まあ、今回のね。実験で最高出力のポートに macbook air を繋いだんですけれども、macbook air のね、充電に必要な電力に合わせてですね。40w から 50w ぐらいに抑えて出力されてましたよね。まあ、そのあたりですね。非常に安心ですよね。 はいということでね、えー、ここからは実際に使用してみたりまあ、充電実験してみてですね気がついた良い点それからまあここはどうなのかなというようなポイントをですねご紹介していきたいと思いますけれどもまずね、まあ、これはやっぱりすごいなと思った点が最大 65W2 台同時に充電できるという点ですねこのねパワフルさ使用シーンに応じては非常にね活躍してくれるんじゃないかなと思いますはい2つ目がですねタイプ A ポートが2つあるということです でこれに関しては、まあ、ポート数はじめポートの種類ですねこれはそれぞれの使用環境に応じて適切なものを選んでいただければいいと思うんですけれども現状ですね USB t y p e C ポートを使うデバイスが増えてきたとはいえですねまだまだ A ポート多いんですよね。今ね、今転換期ですよね。 だんだんと c ポートに置き換わっていってる段階なんですけれども、現状ではですね。まだまだ a ポートを使うもの非常に多くて、もう一気に無くされたら困るんですよね。で、4つ口がある充電器で例えば以前紹介した。これ idmix さんの充電器ですけれども、c ポートが3つに a ポートが1つなんですよね？ でこういうのがいいよという方もおいでると思いますが手持ちのデバイスで a ポートで充電するものが多いんだという方にはねやっぱりこちらの方がいいんじゃないかなと思いますはい、三つ目ですね、えー、この充電器付属でですねこの usb タイプ c to c のケーブルしかも100ワット充電に対応したケーブルが付属していますこれね非常に良い,い点だと思いますというのはですね僕もそんなに詳しくはないんですけれども実はこのね usb タイプ c ケーブルっていろんな規格がありまして これがね、ちょっと素人には分かりにくいんですけれどもこのね C ポートが付いているのであればどれも同じじゃないかと素人感覚で言うと思ってしまうんですが例えばですねこの下のケーブルこれ同じく USB タイプ C ケーブルなんですがこれ iPhone に付属しているケーブルなんですよ。で明らかに線が細いですよね。 とかの高出力には対応してないと思うんですよね。60W とか 100W といったような高出力な急速充電に使える USB-C ケーブルが付属しているこれね非常にいい点だと思います。でちょっと注意なんですけれどもコネクタの形は同じなんですけれども 60W とか 100W の急速充電ですね高出力な急速充電に対応してないケーブルもたくさんありますので使用時にはですね本当にね注意した方がいいと思います。 で、4つ目なんですけれども4つ目はですねの高出力なな割にはででで、すす。ね、発熱が抑えられているなといるとう点ですで実はですね以前紹介したこの IDMIX さんの4つ口の急速充電器4つのデバイスをつないで同時充電した時にですねもうね触れないぐらい熱くなったんですよ。でこれ本当大丈夫かなと心配になったんですがまあもちろん大丈夫ではあるんですけれどもやっぱりねあまりにも熱くなると心配じゃないですか。で、でその点ですね、こちら。 テックさんの充電器の方は暑、まあ、くはなるんですけれども例えるならですねあの使いい捨てぐらいの温度です。とても触れないとか言うんではなくてこう触っって、て暑いいいいな、暖かいなかぐらいの発熱量でした。まあ、この点もね安心できていいんじゃないかなと思います。ということで、まあ、気が付いた、まあ、いいなと思った点を4つ紹介したんですけれども逆にですね ちょっとこれはどうなのかなっていう点を一つ挙げたいと思います。それはね、まあ、サイズと重さですねで今ね充電器もモバイルバッテリーも小型化そして高出力化がどん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 ね競争して進んでいってるわけですけれども今回ねレビューに提供していただいたマテックさんのこの充電器、まあ、65W を同時に2口から出力できるということでものすごくパワフルなんですが、まあ、それなりに大きいわけですよ。 でしかも重いんですよね。で先ほど登場したこのね ID ミックスさんの充電器と比べるとやっぱりね大きさが全然違いますよね。で重さもですねマテックさんの方が 288g に対して ID ミックスさんの方は 218g ということでまあかなりね重いんですよね。まあ、とはいえですね持ち運べないかといったらそこまで大きくもないし重くもないんですよ。車で移動の方なら、まあ、十分にねこれ持ち運べますよね。 まあちょっとね微妙なななサイズ感かなっていうようよ気がします、まあ、そこから考えるとやはりねベストな使い方っていうのは家とかですねあるいは職場にまあ据え置きですね据え置きにして使うというのが一番いいんじゃないかなと思いましたはいいかがだったでしょうか今回はですねマテックさんからレビュー用に提供していただいた四つ口の急速充電器をご紹介しましたで最後にですね価格と触れておきたいと思いますけれども これがですすねねなんですよ、ね、でこの価格若干高いなっていう気がするかもしれませんけれどもさっき紹介したようにこれですね 100W 対応の USB タイプ C2C ケーブルがついてるわけですよ。でこういうケーブルですね別に買おうと思うと。 まあだいたい1000円台なんですよね千数百円しますのでまあそれを差し引いたらですねまあまあ妥当な価格なんじゃないかなというふうに思いましたで、日本のメーカーさんですしベンチャー企業ですのでもしねこういったタイプの充電器を探しているんだという方はですねぜひね応援の意味も込めてご購入検討していただけたらと思います この動画が参考になった、面白かったという方は高評価、チャンネル登録、そしてベルのマークもポチッとしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。